はい、煮込みうどんを、作っています。まず、これが、天ぷらうどんになっています。で、袋を開けるとこういう風になっています。はい、で、まず水ですね。熱湯を入れるって書いてるんですけども、水でいけますので、水を入れます。350ミリ、内側の線まで、内側の線ですね。次に麺、はい、でこれで、火をつけます。これで、沸騰するまで待ちます。そしたらお湯が沸騰してきたので、ここから大体2分ぐらい煮込んでいます。で、この間にお箸で、麺をほぐすと麺が切れてしまうので、ほぐさないようにと目を描きたいと思います。
ちょっと箸で軽く麺をほぐします。で、粉末用のスープですね。で、また軽くかき回して、で、あと、まあ、1分ぐらい煮込めば出来上がりです。火を止めて、天ぷらの方を、完成です。はい、完成です。では実際食べてみてもらいます。ちょっと熱いですけども、どうですか？これは釣り場で温まりますか？これは温まりますね。はい。